さんの方ですね、まあ、100% 結構で、求愛が始まると必ず水中に行きます。交尾は水中で行います。まずオスが入ってきます。今鳴きますよ。こちらメスが今反応してます、オスが今メスが鳴いて次オスが、これが鳴き合いですね。これが一連の求愛で、このあとマウントが始まる。今年はね、実はもう何回も交尾してます。すでにこの方法で今日も、ね、見れればいいんです。マウント入っちゃった。交尾させるにはその準備が必要なんですね。こうなるように準備していかなきゃダメで、具体的にはですね、このワニは10月から1月まで餌全くやってません。4ヶ月間ゼロです。絶食させます。でもうガリッガリにさせちゃうんです。でその基本的に飢餓状態に陥るとですね、種を残そうっていうその本能みたいなのが少し働くんですね。でプラス2月に入った時点で今度は急激に餌を増やしていく。で2月、なぜ2月にしてるかっていうと、札幌の日照時間が2月になると急に伸びるんですよ。クッと上がるんですね。一番落ちて上がる時期、その時期に合わせるんですね。で光と餌の量、あと温度はあんまりここはコントロールできませんので、あんまり変化つけれないんですが、主に餌とその光を利用してこういう状態にしていくんですね。この時期はもう毎日させますね。で短いです、時間はすごく一瞬で、それを何回も何回も